てと。なるほど。見てるのか。タルンドル。これでみんな集まっ…んじゃ行くか。待て、まだ行くのは早い。なんでだよ、あとは盗むだけなんだろ。パレスは甘く見るな、まずは準備だ。あのペルソナって力がありゃ、それが甘く見てるってことだよ。下手したら死ぬんだぞ。パレスに行くのは準備を整えてからだ。準備？何かしないといけないの？よく聞いてくれた、アンドノ。まずは貧弱な装備をどうにかしないといけないと。武器のことか？売ってそうな店なら知ってるぜ。じゃあそっちは任せた。あとはパレスで消耗した時の薬？そんなのどうやって？大丈夫だ、当てはある。アンドノは楽しみに待っててくれ。こいつと我が輩はヨンチャに用がある。今日は一旦解散だ。いいから来い。我が輩だけじゃ近づけないんだよ。あのさ、実はな。まあそれしかないよな。当たって砕けるだ。入ってみる。どうも。診察室にどうぞ。どうせストレスでしょ。とりあえず鎮痛剤でいいよね。あ、在庫。やっぱり睡眠薬。寝るのが一番の薬だもの。甘いのと辛いの、どっちがいい？あ、そう。しかもいっぱい欲しいって顔だね。あなた健康でしょ。それが見抜けないほどバカじゃない。
うちの噂聞いてきたってとこ。はいはい、訳あり患者はみんなそういう。今時の高校生も大変ってわけね。いいよ、薬処方してあげる。体調回復に効くやつに限ってだけど、一応真面目そうだし面倒なさそうだから通したの。自由診療みたいなもの。私の薬オリジナルだし。病院の受付とかで売ってるの見たことない？薬事法的に医師の裁量による調剤ってとこ。体調を崩しても自己責任。それでよければいつ。話が早いね。私も助かる。でも変な子だね。一体何に使う気なんだか。ま、どうでもいい。あなたが面倒を起こさない間はね。じゃあどれにする？それは聞くかな。どうも。それにするの？はい、どうぞ。あ、か。やれやれ。そうだな。よし。行こうぜ。皆さん気づいてください。豊かに見える日本社会ですが、仕事はない、保証はない、未来を担うはずの若。演説なんて別に珍しくねえし。じゃ俺についてこいよ。あのショップちょっと分かりにくいところにあるからな。おい、よっしゃ。
そういやお前、ミリタリー系とか。まあ、店員におすすめとか聞きゃいいな。おすすめだ？てめえで気に入ったもん持ってきゃいいだろうが。不親切じゃね？オートマチックかリボルバー、どっちだ？オートマ？おいちゃん、いきなり車の話すんじゃねえよ。ここはマニアの来る店だ。ビギナーがたまると常連が嫌がる。ビギナーじゃねえし、こないだここで買ったし。覚えてねえな。こんな野郎。お前は何か欲しいもんでもあんの？うん、干渉派か。そっちの金髪よりは話が通じるな。だ、うっせえ。してやんなら最初に言え。一応注意事項だ。人には向けないこと、運搬時にはカバンに入れること、札の世話にだけはなるな。口だけじゃねえよな。まあよく見りゃモデルガンとわかんだが、本物は重厚感。そのうちいいもんおごませてやるよ。お、今はビギナー向けだ。待ってろ。よし、やったな。かっこいいやつ買おうぜ。ジャキーンみたいなの。俺の金渡しとくから、いいの頼んだぜ。そうか。よし、どれにすんだ？それにすんのか？気に入ったか？それか、いたずらに使うんじゃねえぞ。それにすんの、どうだ？あ、それ気に入ったか。ああ、おう。それにすんの、どうだ？それ壊すんじゃねえぞ。それに気に入ったか。あ、いたずらに使うんじゃねえぞ。そうか。よし、どれにすんだ？それにすんのか？壊すんじゃねえぞ。あ、いたずらに使うんじゃねえぞ。それに壊すんじゃねえぞ。あ、そっちどうだ？また来い。じゃあな。マスター、知ってるかい？先日の地下鉄事故も車掌が異常な言動をしていたってね。全身がどうのとか騒いでるやつ。ああ、何でも人格そのものが変わってしまうんだってさ。まるで心を盗まれたようだって。そんなバカな話あるわけないだろ。ありがとう。そろそろ閉店だ。ご挨拶だな。だから客が寄りつかないんだよ。味は悪くないのに。店がこれじゃせっかくの豆が泣いてるぜ。毎度どうも。またのご来店。ご、やれやれ、親切で言ってやってんのに。ごちそう。たく、めんどくせえな。あ、なんだよ。
今なら皿の お前に関係ないだろ。店さえ潰れなきゃいいんだよ。愛想笑いしてまでやる気そんな大したもんじゃねえ。ここにいる限りみんなが放っておいて煩わしい話も面倒くせえつながりもない隠れ家みたいなもんだ。なくなってもらっちゃ困るが、それはそっちも同じだろう。だからお前も少しは役に立て。俺はもう上がる。面倒ごとだけは次は潜入道具だ。奥に机あるだろ。それ使えるように片付けてくれ。いいか？これです。準備は整ったな。明日からいよいよパレスだ。おはよう。ほら、いそ。おはよう。もうじき退学だってのに、首相なことだ。じゃあホームルームを。君ちょっといい？確認したいことがあるだけ。すぐ済むから。早速今朝の件を進めてくれているようで助かりますよ、川上先生。どうも。なんだ吉沢、こいつと。はい、前に助けてもらったので。やめておいた方がいい。君の輝かしい未来に傷が。さっき話しただろう。この学校には関わらない方がいい生徒、その筆頭がそいつだ。前歴持ちの転校生って。いいですかね、指導室入らせてもらって。おっと、すみません。では我々はもう行きましょう。指導失礼します。単刀直入に聞くけど、鴨志田先生と何かあった？さっきのこともあるけど、ちょっとね。今朝、お小言もらっちゃったの。君の名前出されてね。監督冬木届きとかなんとか。あんまり詮索とかはしたくないけど、騒ぎを起こすような真似はや。あ、それとさっきの女子、ちょっかいとか出してないよね。ならいいわ。坂本くんとも付き合いあるみたいだし、鴨志田先生にも目をつけられてる。それに吉沢さんも。君ってもしかして体育会系の人に縁が？ごめん、冗談。話おしまい。戻っていいよ。
来てか。みんな分かってるんだろうな。期限は5月。あの城に行ってお宝を盗めばいいんだよね。つうかお宝って何なんだ。そこ説明してくれよ。お宝ってのはパレス主の歪んだ、いわばパレスの核だな。取っちまえばパレスは形を。だが鴨下のお宝が何かは我が輩にも分からん。そのお宝ってどこにあるの。それも入ってみなきゃわからん。どうせパレスの奥底に御所を大事にしまってあるだろうさ。まあ大体わかったぜ。とにかくお宝を探せってことだろ。まあそういうことだ。実際に行かないとわからないことも、とりあえず目標はパレスのどこかにあるお宝。不測の事態を避けるためにもできるだけ余裕を持って、お前らの働き期待してるぜ。よし、行こうぜ。それにしても、ん？何？コードネームも決めねえとな。コードネーム？俺がスカルで、ジョーカーにモナ。アンドノの格好だと尻尾といい、この格好は。なあ、お前どうよ。待って、その名前で今後呼ぶ気？絶対嫌だし。じゃあ何がいいんだよ。猫じゃなくて、パンサー？割といいんじゃない？どういう意味だ？ひょう、めひょう。めひょう言うな。そんなことより鴨志田。そうだったな、行こうぜ。じゃあし、こっからはガッ。おいおいお前たちに。主よりお言葉です。囚人、戻りました。実に結構。私の言葉を覚えていたい、更生させる甲斐もあろうというものだ。もったいぶっているわけではないのだ。お前がなすべき構成の何たるか。お前が美学を共有する仲間と出会い、現実に自分の居場所を見出した時、その時に改めて話してやろう。それもそう遠くはあるまい。今回はお前への支援について案内させてもらい、お前はワイルドという素養によって複数のペルソナを扱うことができる。ワイルドは無限の可能性でもある。その素養の育成、我らが支援してやろう。そのためにお前のペルソナを処刑させてもらう。案ずることはない。ペルソナはお前の内なる古き人格のいくつかを捨て、新たな人格に生まれ変わらせるということだ。古き人、いわばペル、まずはいい。では、以前、ペルソナはことに、絆をペルソナを加えて合体、その合体、これが合スキルも。引き継ぐ技能を選びなさい。さて、どれほどの力を授かる。なるほど。
見事なものだ。古きペルソナの血肉から一度で理解しろ。使いこなさなければ死ぬだけだ。ペルソナを集めてくるがいい。多くを集め、多くをここで、そして力を養うことがお前の功績であり、やがて破滅に抗う重要な鍵ともなるだろう。功績がはかどるよう、処刑の方法はいくつかの祭儀から選べるようにしてあります。しかも貴様の励み方次第では、さらに新たな祭儀の開発も主は考慮されるそうだ。泣いて喜べ、囚人。お前の心、構成は順調なようだ。実に喜ばしい。そこで私から贈り物を用意した。受け取ってほしい。よし。それは心の目を開き、今のお前なら使いこなせよう。より一層の構成に励むがいい。では望みがあるなら聞きましょう。ゲームの進捗。囚人を正しき道へ。何か刑を執行するの脱退です。やめるのですか、見るのですか。あなたの奇跡です。このペルソナですね。このペルソナですね。これですか。これですか。これですか。相応の代価は必要です。あなたの力です。これですか。このペルソナを引き出すのですね。あなたの力です。これです。綺麗な男ですね。もう終わりか。なんだ。時間です、囚人。どうしたお前、いきなり棒立ちになって。んだよ、ぼーっとして。お前、器がでかいってことにしといてやるよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。で、どっから取りかかる。ひとまず前回見つけた西館1階のセーフルームまで行こうぜ。いつもの入り口からすぐの場所だ。セーフ、行きゃわかるって。
正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。全て話してやる。終わった終わった。次、ご苦労様。よし、今の大したことなかったね。ふん、あんた何なの。次はサンタやるぞ。イクマンの神言を信じて。鮮やかな勝利だ。さて、楽勝すぎてあくびが出るぜ。次はサンタやるぞ。イクマンの神言を信じ。終わった終わった。鮮やかな勝利だ。よし、あれ楽勝すぎた。正体を見せろ。だから持てないんだよ。よし、こちらの先生だ。よし、勝利だな。さて、手応え。いいか。レベルアップだ。さて、今の大したことな。正体を見せろ。終わった終わった。次、ご苦労様。よし、余裕の勝利ってやつ。もういいか。正体を見せろ。よし、意を示せドロー。この隙にパトッ、炎剣を移動する。弱点を、よし、バトンタッチで力が増してる。イクマンの神言を信じる。やるじゃねえか。よく聞け。だからって。じゃあ実行に移ろうか。正体を見せろ。俺はどうするつもりだ。よし、こちらの先生だ。イクマンの神言を信じて。大勝利、イエーイ。よーし、勝利だな。さて、おお、こいつは。あ、余裕の勝利ってやつだな。暴いてやる。何者だ。女に殺し打ち。よし、こちらの先生だ。イクマンの神言を信じて。敵全滅。さすがジョーカー。よっしゃ。ご苦労様。さて、我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。ジョーカー。怪しいな。
2体行くぞ。敵残り1体、大量の爪だ。敵は3体やるぞ。やってやる、全て晴らしてやる。鮮やかな勝利だ。じゃあ行くか。正体を見せろ。さて、あれ楽勝すぎた。さて、よし倒したな。ゴン、セーフルームがありそうだな。ま、よし。ジョーカー。お？
よく聞け。シャドウ。うわ、怪盗だ。敵を逃がす。油断は禁物だ。やめて。よーし、勝利だな。さて。楽勝。大したことねえな。囲まれた。敵3体。ドーン。どうだ。終わり。早く先に行こう。暴いてやる。何者だ。動いてるって。先制攻撃チャンスだ。行け。鮮やかな勝利だ。一歩前進だ。よし、手応えねえな。おいおい、ん？これはあれか？ん？これはあれか？なるほど。ま、よし。